主要部は、言語学において、それを含む区の統合論的な性質、役割を決定する語。主事とも、例えば、名詞を主要部とする区は、名詞句、形容詞を主要部とする区は、形容詞句、動詞を主要部とする区は、動詞句として機能する。本校では、主要部と同様に複合語の意味論的なカテゴリーを決定する語感についても述べる。主要部以外の語は、依存文法では、 主要部に従属するという意味で、従属部と総称される。一方、X バー理論では、主要部を補う項が補え部、就職後が不可部と呼ばれる。例えば、同宿の場合、目的語などが補え部、副宿などが不可部である。主要部を有する区や、複合語は内心構造的、明確な主要部を持たない区や、複合語は外心構造的である。例えば、 文も句の一種だとすると、それに含まれる名詞や動詞などを主要部としていないため、外心構造的だといえる。主要部は枝分かれの方向性を確立するために不可欠な要素である。主要部先導型の句は右枝分かれ。主要部終端型の句は左枝分かれになる。また、主要部の両側に枝が展開する句も存在する。なお、主要部と従属部の区別は？ 必ずしも容易ではない。学者により、主要部を識別するための厳密な条件が異なり、主要部の定義そのものについても細部にわたる討論が行われてきた。ここでは、区と複合もそれぞれの簡単な例を挙げる。ビッグレッドドックズバードソング1のビッグレッドドックズは、名詞ドックズを主用部とする名詞区であり、形容詞ビッグ、またはレッドを主用部とする形容詞区ではない。 つまり、名詞ドッグズがビッグレッドドッグズの句としての性質、役割を決めていることになる。ビッグやレッドは主要部名詞を就職する役割を務めており、依存文法では従属部、X バー理論では不可部である。ビッグレッドドッグズが名詞句かどうかを確認するには、それを一語の名詞、または代名詞に置き換える、構成素テストが利用できる。ニのバードソングは、 バードとソングという二つの名詞を組み合わせた複合名詞である。バードソングは鳥の一種ではなく歌の一種であるため、その使用部はソングだと判断できる。統合論における多くの理論では、文や句の構造を公文記と呼ばれる樹形図で表す。ツリー構造、ツリー図とも。ツリー表示の傾向は主に二通りあり、句構造文法では構成素同士の位置関係。 依存文法では、主要部と従属部の関係が示される。基本構造以下は、区構造文法と依存文法の両視点によるツリー構造である。学派、理論の違い、あるいは、理論の発展などにより詳細が異なったり、変化することがあるが、概ねこれらと似たようなツリー図が用いられる。左側が、構成素同士の関係、右側が主要部と従属部の関係を示したものである。 それぞれ A ツリーのラベルは5区のカテゴリ名、B ツリーのラベルは主要部名詞そのものとなっている。いずれも主要部はストーリーズという名詞で、ファニーはそれを就職する形容詞である。構成素ツリーの A では N という品種のカテゴリ名が2階層上昇して区のカテゴリ名に反映され、区全体が名詞区とされている。一方依存関係ツリーの A では、 N は1階層のみ上昇し、それに A が従属する形になっている。それぞれ A ツリーと B ツリーはラベル名が異なるということを除き、同じ構成になっている。主要部の位置による違い基本構造では、主要部集団型のツリー構造のみを挙げたが、ここでは主要部先導型や主要部が中央に来る場合のツリー構造の例も示す。以下、それぞれ A が 構成素ツリー、B が依存関係ツリーである。なお、各段階でのラベル名は主要部の単語そのものとなっている。これらの例についても、学派、理論によって枝分かれ構造の解釈が異なることがある。X バー理論によるツリー構造 X バー理論では、主要部と沖内部が X バーを構成し、さらに X バーとして部学を構成するというツリー構造が用いられる。 指定部とは、品詞や服のカテゴリーを指すのではなく、そういう位置があるという意味で、名詞句の場合には、漢詞や所有限定詞などの限定詞が入る。ホブという位置に何が入るかは、主要部が要求する項の種類と数による。指定部やホブがゼロになることもある。英語の場合、次のような基本構造になる。このモデルでは、主要部先導型と主要部集型が混在しており、 使用部中心型とも解釈できる。すなわち、使用部、X 例が補い部を先導するという点では、使用部先導型であり、X が指定部の後に来るという点では、使用部終端型である。付加部に相当を加えると、次のような構造になる。XP。スペック X。X アジャンクト。X コンプラメント。ヘッド。 言語類型論では、統合論的な語順に基づく分類法を用いる学者もいる。すなわち、各言語における語順が定まっているという前提で、区構造が主要部先導型か主要部集団型かを比較、分類する研究法である。例えば、フランツカフカ著の変身の冒頭文の英語訳を依存関係ツリーで示すと、次のようになる。 このツリーズの構造は右下がりになっており、英語が基本的に主要部先導型であることを示している。ただし、例外も一部ある。例えば、限定詞と名詞や形容詞と名詞、そして主語と動詞の関係は主要部集団型になっている。主要部先導型の句と主要部集団型の句が混在する構造は多くの言語に見られ、むしろ、 完全にどちらかの型になっている言語はおそらく存在しない。しかし、ほぼ完全な主要部集団型言語の例として日本語が挙げられる。カフカの同じ文の日本語訳をツリーズにすると次のようになる。なお、ここではレーマン式の注釈法を採用。このツリーズの構造は右上がりであり、日本語が主要部集団型であることを示している。つまり、英語と 日本語の語順はツリー構造という観点からするとほぼ逆だということになる。言語類型論では各言語における句が主要部表示か従属部表示かという形態論的な比較、分類が行われることもある。主要部表示とは従属部の性質が主要部の形態に影響を与える現象である。従属部表示とは逆に 主要部の性質が、従属部の形態に影響を与える現象を指す。例えば、英語の所有格を示す S は、従属部につく。一方、ハンガリー語では、所有格マーカーが主要部名詞につく。ありがとうございます。